はい、どうも皆さん、こんにちは。今、12時38分なんで、9月12日の。まあ、多分ね、そろそろ、大井競馬の、明日のね、大井記念の前日発売が開始されてると思うんでね。ちょっとそろそろね、オッズが出てくるかなと思いまして、そろそろね、予想動画の方もね、軽くいきましょうかね。今日はね、まあ、明日なんだっけな。まあ確か俺の勘でいくと少なく見積もっても、門別から1頭で、馬の情報が確かトシヤ騎手。で、金沢からも1頭来るみたいなんでね、多分少なくても3、4人の騎手が、他地区の騎手がね、多分乗り込んでくると思うんでね。まあそうなると明日、大井競馬行って、まあ、トシヤ騎手。で、あとは、吉原騎手、赤岡騎手、どうせあの人たち来ると思うんでね。で、あとは多分門別から来るのがちょっと誰かまだ俺知らないですけど。まあ多分2クラぐらいはね全員乗れると思うんで、オール。まあちょっとね、それも副賞を流すためのね準備も今からちょっとしていきましょうかね、軽く。ではね、まずは行きましょうかね。明日の大井競馬、もう映ってるかな。あー、え、何変更情報って、俺知らないよ。何、かわいそう、バレ出すされ取り消しかよ。ふざけんなよ、マジかよ。ああ、終わった。ちょっとお待ちくださいね。え、マジ？バルダッサール取り消し？うわぁ、マジか、最悪。てか、俺の出走表書いたのどこで？ちょっとお待ちくださいね。出走表が流れちゃった。勝手にしてもいいんじゃない？申し訳ございません。まあ、一部ね、出走馬が出てたような気がしたんで、ちょっと騎手まではの覚えてないんですけど、フォーメーション流したんですけど、3連単、ちょっとすいません、改名変える予定です。一応ね、3連単、俺、4軸に入れて流そうとしてたんで、ちょっとバルダスタル取り消し食っちゃってるみたいなんでね、ちょっと改名、一部等変更していきたいと思います。まあ、最初はね、こういうふうに、9等かな。9頭のね、フォーメーション流すつもりだったんですけど、バルダスタル取り消しかな？ザ！まあ、とりあえずね、軽く全部見ていきましょうかね。1番、活撃キトキト。愛知から大畑正明、15.6 倍。2番、北の一等星、川崎紺野忠成、15.6 倍。あ、やっぱり馬の情報、としゃきしにしたんだ。偉いな、陣営。3番、馬の情報。山本俊也で 6.2 倍。4番バルダスタレ、三河本紀文騎手、出走取り消し。なんで馬壊れたの？ちょっと見てみましょうかね、先に。入口勇気。あー、また失敗したんだ、あいつ。よかったね、ライアンカートロクシー一くらもらえて。バルダスタレ失敗っすね。うわー、かわいそうに。もったいね、GM。で、去年の8番、5番ユーロビートが、吉原ひろと、3.4 倍。6番タマモネイビー、重田健一、34.4 倍。これ多分 0.00 のところまだオッズが出てないですかもしれないですね。7番キーポインタッチ、矢野隆之で、オッズまだ不明。8番ディアデムス、なんで岡部が来てんの？愛知から岡部のごとき種遠征で 17.2 倍。9番バーゲンザイル、秋元康生、オッズ不明。10番スディウム、本橋光太、オッズ不明。11番ジャニーマン、高知から赤岡修二、34.4 倍。12番金沢からグルームアイランド、大井笹川翼で、オッズ不明。13番キングミニッツ、石崎俊騎手、矢野義行で 2.6 倍。14番デュアルスフォード、小林匠、オッズ不明。15番サブノクロヒョウ、服部隆文、オッズ不明。門別から、16番最後、門別競馬からドラゴンエアルが服部隆文、5.7 倍。ということでございまして、俺の買い目でいきますと、まず1番 17.2 倍、3番 5.7 倍、4番取り消し、5番 3.4 倍、8番、オッズ不明、11番が 34.4 倍、12番オッズ不明、13番が、2.6 倍、で最後16番が 5.7 倍ということでして、ちょっとオッズ変わるかどうか見ていきましょうかね。まあ、まだね、前日売始まってからまだ40分ぐらいしか経ってないんでね。お、出ましたね、一部オッズちゃんと。あー、でもまだ出てねえか。ダメだな。とりあえず今回はね、まあ、思ったより遠征騎手来ちゃってんでね。
まさか、もん、あ、そっか、去年の勝ちもユーロビートやっぱり吉原騎手か。まあ、かわいそうなね、グルームアイランドが笹川翼騎手ということで。川崎にもいたんだ、うっすら。ってこれ重傷じゃん。放置許すわね、川崎記念。森田と騎手も怪我ってっからな。とりあえず、なんだこれいつの、ちょっと戻りすぎた。失礼いたしました。で、まずね、東京記念、S2、距離2400か。まあ、一応ね、フォーメーション、まあ、てかね、推奨馬からね、軽く紹介していきたいと思います。1番、活撃キトキト。まあ、基本的にね、遠征馬って勝てないっていう、まあ言ったんですけど、前回の、ジャパンダートダービーか、なんだっけな、3歳戦のダービー戦？S1 かなんかの。まあ、とりあえずね、見ていきましょうかね。大田正明騎手の活撃キトキト。多分これ、1回ぐらいこっちに来てるよな、過去。ああ、去年の黒勝杯来てたのか。昨日前、青鬼乗せんなら、まともな気持ちいいな、陣営。しょうがねえか。前走黒百合賞が1番人気2着、オグリキャップ記念が、距離2500、1番人気1着。まあ、その他ね、園田競馬の、2400もこなしてて、佐賀記念の JR エコリも4着ということでね。まあ、佐賀記念に誰が出てたの？ロンドンタウン、タモロミラクル、ストロングザウザー。まあ、ほとんど有力馬いません。いないっすね。リッカルド飛んだんだ。大逃げって失敗かい。まあ、それほどね、まあ、G3 なんでね、佐賀記念か。まあ、それほど有力馬がいないんで仕方がないんですけど。まあ、でも JR コリアね、一応4着に入れるならいい方っすかね。まあ、今回も逃げるのかな。まあ、オグリキャップ記念逃げてるんでね、2500。まあ、ちょっと期待はしたいところです。で、続きまして、2番飛ばしまして、3番、馬の情報。まあ、前走あれかな？なんだっけな。堺誠司騎手が勝ったレース、なんだっけな。あ、そっか、こっち、あの子、あ、あの子、この子出てないやつか。失礼いたしました。まあ、帝王賞ね、前走10着ということで。マーキュリーカップ出てたの、あれ、なんだっけ。これ、馬の情報。あ、なんでもいい。すいません、ね、ちょっと失礼いたしました。前年数大井記念、山本志也騎手に乗せて、6番人気1着ということで。JRA 交流のダイオライト記念も志也騎手で3着。金杯2着。まあ、距離の適合面もね、全然不安はないんでね。正直、この子本命にしたかったんですけどね。まあ、もともと盛岡時代から志也騎手乗って頑張ってたんでね。まあ、5.7倍は正直思ったよりね、ちょっと落ちちゃいましたかね。で、4番、バルダスターレ。これちょっとね、惜しいことに出走取り消しということで。とりあえず6番。して5番。去年の勝ち馬、ユーロビート。まあ、すごいことにね、JRA 時代からもバッカ勝ってて、まあ、距離も2100、2400。まあ、大体ね、中距離からクラシック血統と。まあ、実際、大井競馬来てからも、まあ、中距離勝って、で、大井記念2着。まあ、東京記念2着、盛岡競馬が6番人気1着か。すげえな。JR これ買ってんの？その時のマーキュリーカップ誰出たの？ソリタリーキング、東証フリーク、名将コロンボ。全然いい馬いねえじゃん、JR。これ勝てる。で、その後は、東京記念2着、森田騎手。まあ、すごいことにね、大井の馬のくせに吉原騎手の騎乗率が高いというね。マーキュリーカップが、連覇ならず。で、前走大井記念もね、吉原騎手2番人気4着。で、ダイオライト記念の JR コレが4番人気2着と。まあ、金牌勝ってきてるんでね、こっちは。まあ、少なからず前走逃げてちょっと垂れてるって考えると、まあ、この子はね、前の方につければ、残りやすいかなと。まあ、1番、活撃キトキトか、馬の情報が多分、まあ、逃げねえよね、この子。馬の情報は逃げねえな。後ろからか。まあ、1か3ね、1か5、どっちかが花切ると思うんで、その他、8番の、ディアゼノス、ちょっと今のところね、オッズ出てない、オッズちょっとあんまり良くないですけど、やっぱり、JR エコールね、初戦、高級初戦ってことだったんでね、ちょっと期待しちゃったんですけど、きついかな。まあ、ここね、全日本2歳優秀、北海道2歳優秀、勝ってるんでね、三浦航輔騎手で。その後、あんまり鳴かず飛ばずですけど。まあ、ディアデムス、37.2倍。で、その他、10番、ちょっとスティー見ていきましょうかね。予想はしてないんですけど。
前作アフターファイブスター賞、石崎俊騎手で、後ろから行ったけど指せなかったんだ。あー、逃げて勝って、あ、でも、去年の東京記念2着逃げてんのか、すげえな。先段でもいいし、後ろから行けんのか、この子。怖えな、そう考えると。羽田杯2番人気で、後ろから行って勝ってると。距離が1800か。まあ、ちょっときついかな、今回この子に24は。で、11番、ジャニーマン。まあ、赤岡秀司騎手。見ていきましょうかね。最後に勝ったのが今年の4月、本橋幸太騎手で逃げてんじゃん、ここ。2着か。で、その後後ろから行こうとして失敗、先段つけて、垂れたのか。東京ダービー11番人気5着、後ろから思いっきり刺してんのか。ちょっと不安はあるかな。で、金沢から、グルーマイランド。アンジョサ、佐川翼騎手。なんじゃこりゃ。やば。なにこれ。門別デビューして、バン、え、なんかこれ、坂下誰これ。今、新馬戦し、未勝利失敗して、その後、門別競馬3連勝からの、南関東が1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。9連勝か、そこ。で、金沢競馬にちょこっと遠征行って、遠征とか、あ、そっか、移籍したのか。移籍して2連勝。で、ホーチオールスターカップ遠征して1着。川崎記念失敗。金沢出走取り消し。金沢勝って、オグリキャップ記念 S1 勝って、金沢3着、2着。で、飛び飛びの、白山大将ってのはしょうがねえか。マーキュリーカップ、今年のマーキュリーカップが8着ということでね。あれ、この時勝ったのって誰だっけ？あ、三つ葉か。ドラゴンエアロ5着。もういい方だな。まあいいや。あれ、坂井誠二が勝った重賞なんだっけな、国語級者で。まあいいや。13番、キングミニッツ、石崎俊、矢野義行調教師。まあ、やや後方にいてもいいし、先段にいてもいいというね。まあ、客足自由自在。JRA も行っちゃってんじゃん、すげえな。五十嵐幸弘、あ、村上正和調教師か。しかも、大井の島田幸春のところに在籍ありか。あ、これとばらすね。門別のお休み期間中、ちょっと預かってもらったみたいですね。石崎俊騎手で3着2回、松田直樹で4着で、石崎俊騎手でぶっ飛び。ぶっ飛び、わかるな。で、その後、門別帰って、で、今年からあれか、ずーっとこっちに来てるのか、去年から。なるほどね。オーガスト賞 A2 勝ってんのか。まあ、距離の面で言うと、この子は2戦しか経験してないのか。まあ、ちょっと本命にはしがたいな。3着候補かな。最後16番、ドラゴンエアル、門別からの遠征馬。服部隆文騎手で、マーキュリーカップが、5着。エアドゥ特別1着。赤レンガ記念2着。赤レンガ記念って勝ったの親子だっけ？出たよ。この子のための内回りコース。親子だから2着か。すげえ、あ、高槻調教師のところもともといたんだ。最成功記念2着、ニューイヤーカップ3着、羽田杯と京浜杯2着、東京ダービー4着、ダービーグランプリ1着、ホーチオールスター1着、金杯2着、ダイオライト記念4着。なんで門別行ったんだ。こっちにいても十分狙える。川崎記念こっちで出りゃよかったのに、こんだけ成績良ければ。もったいね。まあ、距離の問題点もそんなにないでしょうね。ダイオライト記念 JR コール相手に森田敦史で4着。で、金牌1着。で、ホーチオールスター1着。あ、失礼。金牌2着、ホーチオールスター1着。まあ、距離のそんなに不安要素もないでしょうね。2400が4着1回で、合計1回。で、2600が2着1回。そんなに問題もないかね。だから今回はね、もともと4番、三河本範文騎手が来るだろうと予想してたんでね、そのままフォーメーションちょっと流してたんで、ちょっとなんか変えましょうかね、ここ。ちょっと失敗したな。
ちょっと今のところ流すと、3連複で3号からね、ちょっとこういう感じで流す予定になっちゃったんで、4番蹴ったんで、てか出走取り消しになっちゃったんで。そうなると、ちょっと軸馬1頭出さなきゃきついな。まあ、ジャニーマンがね、オッズあまりにも悪いし、ディアドゥムス。まあ、8番のディアドゥムス結構ね、美味しいかなと思うんですけどね。JRA 高級初戦きついだろうな、ち。どうなんだろう。JRA がの高級初戦。まあ、あとはね、馬の情報、あ、馬の情報入れたか。じゃあ、あれかな、1番の活撃。何 1.4 倍って。は？マジで言ってんの？無理でしょ、それは。1.4 倍。マジかよ。あら、ドラゴンやる 12.4 倍だ。どうしよっかな。一応ね、今のところ3、5、1着に3、5で2着に5、16入れてるんで、どうしようかな。まあ、石崎俊騎士、矢野義行のキングミニッツがね、どうなるかわかんないんでね、本当にこの子。まあ、騎手調教師も気分屋さんって言われても仕方ないと思うんでね。距離2000がまでしか経験しねえのか、2000で1勝2着1回、4着1回、合計3回か。ああ、でも、そんなにでも悪く、いや、これでいいや。キングミニッツ出しちゃう。4歳5まで若いし。とりあえずね、一応決めました。3連複にします、今回は。3、5、13から、5、13、16、1、3、5、8、11、12、13、16。こうね、ちょっとフォーメーション3連複流したいと思います。で、確かね、あれかな、門別から来る騎手が3クラしかなかったはずなんで、大畑正明騎手、これ確か1クラなんですよ、明日。かわいそうに。大畑正明騎手は確か明日1クラ。1クラですね。で、山本俊也騎手が、合計3クラ、あ、4クラかな、重賞入れて。明日4クラですよね。で、ちょっと書いてくる。5レースの副賞を、7番6レースの副賞が1番で、7レースが3番で、11レースも3番とそれで、続きまして、5番吉原ひろと騎手。確かに吉原騎手も4クラのはずなんですよ、明日。ああ、やっぱり白山飛んだんだ。一応明日4クラで15日。金曜日笠松行くんだ。笠松でなんで兵庫馬ウィングドロン重賞か。なんで後半しか乗んねえのかな、こいつは。相変わらず。9レースが3番。10レースも3番。で、11レースがユーロビート5番。最終レースが2番か。で、続きまして、遠征騎手、岡部誠騎手か。これも4クラかな、確か。岡部誠騎手は4クラっすね。マヤノカデンザ、これちょっと気になるな。お、やっぱりマヤノトッパカン3区か。いいなぁ。ああ、JRA で1勝、2勝、3勝、4勝。あ、これ、そうだか。ああ、なんとも言えない決闘だな。成績としては悪くないな。で、岡部誠騎手がとりあえず明日は、4レースからの、4クラ騎乗ですね。どうすんやろ、こっちにずっといやんよ。4レースが副賞11番。6レースが3番。10レースが7番11
11レースのディアドゥースが8番。で、次が内田勝義騎手。あ、内田じゃねえ、誰か。赤岡修二騎手だ。内田勝義騎手、調教師だ。失礼いたしました。赤岡修二騎手も、同じく4クラか。確かね、服部隆文騎手のみね、なんかクラス少なかったんですよ、1クラ。4レースが8番。5レースが4番。11レースが11番。一応ね、副賞ぐらいはね、遊びで買っちゃいましょうかね。12レースが最後、15番。残ったのが誰だ？服部隆文騎手が確か3クラなんだよね。やっぱり3クラだ。5レースが、12番。1レースが14番。11レースのドラゴンやとか16番か。で、一応これね、明日大井競馬に一応買いに行ってね、確か今日ね、大井競馬7号機種来てんのかな、1レースとで、どっかの JRA 交流戦で。まあ、ちょっと、ね、今から大井競馬も行きたいんでね、一応2日間大井競馬行って、で、紋別競馬の確か明日のこのね、11レース、服部隆文騎手騎乗の、このアポストロ号騎乗の、ね、11レースが確かなんかの重賞レースらしいんでね。まあ、確か、前日から、なんか、騎乗予定これだけ出てたんでね。多分、なんかの重賞だと思うんですけど、ちょっと俺も詳しいことね、まだ知らないんで、申し訳ないですけど。とりあえずはね、今回の重賞の買い目としましては、まずね、こちらになります。3号13から5、13、16、135から8、11、12、13、16の、軸流しまして、でね、一応明日、山本俊哉騎手、吉原、あ、違う、大畑正明はいいや。山本俊哉騎手、牛原博人、赤岡修二、服部隆文騎手かな、合計で15枚かな。あれ、誰か足りない。あれ ?19 枚あるぞ。あれよし、待って、俊哉、吉原。星谷ヒロと、あ、岡部誠か。で、赤岡修二に、服部隆文騎手。一応ね、明日遠征で来る大畑正樹氏以外のね、5名の分の副賞、19点分もね、ちょっとね、明日買いに行きたいんでね、ちょこんなになるんですけど、これちょね、全部明日のね、高い所の分で、高い所とかね、遠征騎手の分です。一応ね、この後、11レースの、明日の紋別競馬のもね、ちょっと重賞でしたら、この後すぐ撮ってね、動画出しますんで、紋別競馬のファンの方、いました。ぜひご視聴ください。ご視聴ありがとうございました。